あなたの役割を発表します。お、ついにモブ卒業ですね。あなたには、ゆっくり解説を担当してもらいます。いいですね、あれやってみたかったんですよ。って両方に霊夢と。マリサがお供するぜ。いや、ゆっくり実況初心者に。鬼キャラ二人実況は難しすぎた。急な方向転換になってしまい申し訳ありません。これからも応援のほど、よろしくお願いします。いや、これ流行ってたのいつだよ。改めまして、実況の藤原京太です。流れるように嘘をつくな。はい、実況の、ラ、ヨシムーです。霊夢だよ。マリサだぜ。今回の動画って24時間耐久 TS ガチャだっけ？いくらかかるんだよ。あともう24時間テレビ終わったぞ。金なし大学生の財布にあまり期待しないでくれ。今日の動画は、この上限を超えた選手ボックスをどうにかします。とりあえず、早くどうにかしないと契約書を受け取れなくなります。どうにかするって具体的には？普段は、特殊、A のミキサー、選手変換で選手枠を開けています。まずは特殊。B ランク20枚集めてするのね。そうです。これで20個枠が開くのですが、B ランクが20枚ないとできません。じゃあ A ランクミキサーは？シリーズ2に追加されるであろう、佐々木千早選手、山口選手の A ランクを狙うために今はしたくありません。じゃあ選手変換か。思い入れのある選手たちを消したくないんじゃ。ちなみに、選手枠の上限を超えた選手がいると、このように V ロードをすることができません。おい、じゃあどうすんだよ。そんな中やってきた神イベ、特訓 1.5 倍キャンペーンじゃ。うおお、字幕がうるさい。無駄は出したくないので特訓 1.5 倍時以外は特訓しないようにしてきました。まあ、来年の3月に間に合えばいいもんね。というわけで特訓していきましょう。まずは、この時のために温め続けた、小坂選手からしていきましょう。それは小坂な。アーモンドと、小坂な。大阪。え？河内小坂？なんでわかるんだよ。大阪に住んでるので行ったことあって。でも半分は賭けだった。っていうかなんでいきなりクイズ始めるんだ霊夢。私は小魚のところまでしかやってないわよ。え、じゃあ誰が出題者なんだ？ガハハ、わしの大阪クイズ楽しんでもらえたかい？だ、誰よ。わいの名前は大阪府のキャラクターや。そのまんまってレベルじゃねえ。しゃあないやろ。生まれた時からこういう名前やねん。あら本当に。おい、吉村。はい。河内小坂がわかるとは上等や。あ、漫才かなあかんのやった。なんだ今の、こっちが聞きたいわ。実況をしろ実況を。はい、小坂さんを特訓しています。よく特訓 1.5 倍まで我慢しました。確か TS1 段の累計で出たのよね。あ、懐かしい。そりゃ4ヶ月前だしな。え、嘘？マジで？そういえば、特訓素材はどうやって選んでるんだ？そうですね。A のレベルマックスと特訓高知を組み合わせて 97.5% になるようにしています。あれ、とある実況者さんが、特訓は絶対100でしろって言ってたけど、特訓 1.5 倍でちょうど 100% にするのって難しいんですよね。ああ、B 特訓高知が 7.5% だしな。特訓 1.5 倍で無理に 100% にしようとすると、例えば A のレベマ1枚と B 特訓高知2枚とかにすると、合計で 105% になり、5% 無駄になります。いや、うるさいうるさい、止まれ、止まれ。真面目な話をしている時に、不意打ちを仕掛けるな。この動きからドカベンを連想しちゃって。で、5% くらい仕方ないんじゃないか？いえいえ、この 5% がもったいないんです。どれくらいもったいないんです？そうですねー、せっかくパソコンを買ったのに、ずっと iPad で編集するのと同じくらいです。お前じゃねえか。あくまで確率の上での話ですが、例えば 105% で特訓を13回行ったとします。そうすると、絶対に特訓が13回成功するわね。はい、このようにすると、特訓成功の期待値は13回です。しかし、ここで B コーチを減らし、減らした B コーチを13枚集めて特訓すると、あ、97.5% で14回特訓できる。その通り、その特訓成功の期待値は、0.975×14 で、13.65 回よ、暗算早いな。はい、このように、97.5% で特訓すれば、少しですがお得になります。まあ、確率は確率なので12回しか特訓成功しないこともあるけど、大して損にはならないんだな。あと、特訓素材にはどんな選手を？そうですね。他球団の選手でも A がたくさんあるのは保有しています。例えば今特訓に混ぜた、オリックスを退団したロメロ選手や、A の枚数が少ない他球団選手を特訓に使います。え、ロメロ選手を特訓に混ぜるの？ロッテに入団したのに？いや違うロメロだそれ。おっと、ツッコミの名手マリサ選手でも今のボケは難しかったか。ツッコミに 1.5 秒かかってしまった。何急に実況してんだ。いや、お前実況担当じゃねえか。実況は実況でもゲーム実況だ。プロスピを実況しなさい。やったー特訓成功だー。続けて特訓だね。失敗しないといいなー。2014年くらいのゆっくり実況か。いや、改めて見たら、絵面地味すぎない？特訓コーチの枚数とかはインパクトあるけど、それだけじゃね？マリサさん、
大変申し上げにくいのですが、まだ8選手順の特訓の映像あります。はい、マリサさんが怖いので10倍速でお送りしています。いや、なんだこの BGM。 私が昔作ったプロスピエースの効果音で天国と地獄ってやつですね。情報量が多すぎて脳がバグる。解説は小宮山さとる、赤星のりひろ、西と西さ、そして打席には里崎が入っています。得点圏には先制のランナーを置いています。打ったー、いい当たりだー、入った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 、引き刺さったー。ラスト1回だ、久しぶりに声を出せる。はい、これで今回特訓しようとしていた選手たちの特訓は完了です。お疲れ様なのだぜ。プロスピエースあるある。うわ、なんだ急に。特訓 1.5 倍の後、育成オーダー豪華になりがち。ああ、わかる。リリーフとかめっちゃ強いな。ロッテのエイト特訓した S しかいないという。さあ、これで選手ボックスは開きました。次はプレボの契約書の番だ。誰だお前。その下ごしらえのために、とりあえず小坂さんを極めます。何下ごしらえって表現。D ランク系契約書大量開封だ。キックがすごい。旧契約書っぽいのそんな全力な必要ある？特殊じゃ特殊じゃ。選択する速度が段違いだわ。なにこれ。とりあえず特殊を4回しておきました。本当に今のは何だったんだ。最後にバースデー A ランク10連をして終わりにします。とりあえず方向転換をして最初のゆっくり実況でしたが、いかがでしたか。まあゆっくり実況らしい実況でよかったと思うわ。ツッコミ疲れるけど、まあこういうものだもんな。他にもいろいろな動画を投稿していますので、合わせてぜひご覧ください。さあ A ランク10連ね。うち5枚が自チーム確定です。登場、登場。あ、確定の自チームね。これはミッサー。A 少ないから良き。ドラ1連発。ここも A 欲しいから良き。日本の守護神。サブアカで S ランク使ってます。A ランクいっぱい。S もトム、バトスタ期待。それでは、ご視聴ありがとうございました。帰れ。うわー。